三恵山田は、アメリカ合衆国の著作家、人権擁護活動家、フェミニスト、大学教員。日系人の強制収容の体験をもとに、収容所脳と砂漠業を表し、保障請求運動にも参加した。また、複数の大学で女性学講座を担当し、他のアジア系アメリカ人女性作家と共に、多文化女性作家団体を立ち上げた。 アムネスティ・インターナショナルのアメリカ合衆国代表なども務めている。三重山田は1923年7月5日、ジャック・カイチロー・と秀、秀白木ラキ・の第三子三重名・安武として、福岡県に生まれた。日系一世の両親は日本で結婚した。数週間後に、ジャックが渡米し、秀は、その後、写真花嫁の一団と同じ船で渡米した。 安武夫妻には、マイケル聖一、年尾の二人の息子があり、三江の後に第四古城が生まれた。三江はヒデが里帰りして出産した子であり、三歳半まで日本で育った。したがって、日本国籍であり、事実上は日系一世である。また、九歳の時に、再び土日し、母方の祖父母の下で18ヶ月間暮らしたため、 通算5年間は日本で教育を受け、実際彼女の著作には日本語や日本文化の影響が強く現れているため、規米と表現することもできるが、山田自身はアメリカの教育を受けたことから自らを2世と称している。なお、1955年にアメリカに帰化した、結婚及び第一子出産後のことである。父ジャックはスタンフォード大学工学部を卒業し、 結婚後にシアトルに今日構えた。ビーコンヒルのアジア系、チャイナタウンイコールインターナショナルディストリクトの土産物店で働いた後、シアトル移民帰画局に通訳として採用され、太平洋戦争勃発まで25年間勤務した。母秀は・ヒデは仕立て屋の仕事をして家計を助けた。父・ジャックはシアトルで川柳会を立ち上げ、会長を務めていた。子供たちにも、 川竜、俳句や多くの物語を語り聞かせた。山田は、こうした父の影響で早くから詩を書くようになった。クリーブランド高等学校を卒業。太平洋戦争が勃発した時、山田は19歳であった。1941年12月7日、教会の日曜学校で日本軍による真珠湾攻撃の知らせを受けた。同日午後、 連邦捜査局の捜査官が3人、家に来て、父の居場所を訪ねた。日本食レストラン、招きの川流会に出ていると思ったので、ここにはいない、リトル東京だと答えた。さらに2人の捜査官が来て、5人で絨毯を剥がし、額を外し、棚の食器類を取り出し、数時間かけて徹底的に、固く捜査した。遅れて帰ってきた母が驚いて、日本語で説明を求めても、 日本語を話すな。英語を話せとどなられるだけだった。キャンプルイス父はすでにシアトル移民帰画局に交流されていた。スパイ容疑で逮捕され、ホートルイス仮収容所へ送られた。ホートルイスはタコマにあった軍事施設で1942年から43年にかけて日系、ドイツ系、イタリア系アメリカ人の指導者が適正外国人として収容され、 この後、日系とイタリア系はフォート・ミズウラ抑流キャンプ、ドイツ系はフォート・リンカーン抑流キャンプへ送られた。だが、この時家族はまだ何も知らされず、後にニューメキシコ州の司法省管轄課のキャンプ・ローズバーグから送られた父の手紙を受け取った。資産が凍結されたため、子供たちは退学して仕事を探した。キャンプ・ハーモニー1942年2月19日。 ルーズベルト大統領が発した大統領令9066号により日系人の強制立ち退きが始まりカリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州に住む約12万人の日系人が内陸部の銃の収容所に送られることになった。立ち退きまでのわずか数日の間に家財を林家に預け荷物をまとめた。母・ヒデ、長男・マイク、次男と主、三男・ジョー、そして 三重はピュアラップのキャンプハーモニーへ送られた。キャンプハーモニーは主にシアトルとアラスカの住民が最初に送られた集合所である。マイクは結核を病んでいた。トッシュは収容所内の病院で働き、山田は託児所で働いた。バッシュの城はまだ救済であった。数ヶ月後に今度はハントのミニドカ戦時移住センターに送られた。トッシュはここでも病院に勤務した後、 一時期だが、天才農場で働く許可を得た。三つ江は、病院で看護師の助手を務めた。ミニドカ戦時移住センター1943年に、ルーズベルト大統領が、日系アメリカ人のみの部隊を結成すると発表した。マイクは、米軍への従軍の意思を問う質問27と、米国に中誠と日本への中誠放棄を問う質問28のいずれにも、ノーと答えた。 呐ボ,ボーイであり、収容所に泊まることになった。トッシュは白人将校が指揮する第100不評大隊に入りたくはなかったが、米国への忠誠を示すことで、父が釈放されるかもしれないと考えて志願した。彼は後に、フランス戦線で負傷し、イタリアの病院で回復を待って帰国した。辛い収容所の生活で助けてくれたのは、クエーカー京都であった。山田は、 トッシュが出生する前に彼と一緒にキャンプローズバーグに抑留された父に会う機会を得た。案内してくれたのはある牧師夫妻であった。キャンプに着くまで地元民に気づかれないように牧師が運転する車の後部座席に隠れていた。2年ぶりの再会であったが父は変わり果てていた。トッシュの出生については父に話さなかった。この後、父は テキサス州のクリスタルシティ抑留キャンプに送られた。適正外国人抑留所、家族抑留キャンプとも呼ばれたこの収容所は、アメリカ政府と中南米諸国の政府との取り決めによる捕虜の交換のために、日系人のほかドイツ系、イタリア系、日系ペルー人、その他の中南米の日系人を収容するキャンプであり、抑留者との面会が許可されていた。山田は後に、 移民化局にに母とジョーが父に面会するたた。めの申請を行い、許可された山田が収容所から出る手助けをしたのは、ボブ・オブライアンというクエーカー教徒である。就学や就職のためであれば、煩雑な申請手続きを踏んで、忠誠心が認められると、収容所を出ることが可能であったため、山田はあちこちの大学に願書を送ったが、許可されなかった。 仕事を探そうにも情報が得られなかった。新品機大学の学生食堂の従業員募集について情報を与えてくれたのがボブ・オブライアンであり、この結果、山田とアニマイクは新品機大学に就職し、収容所から解放された。1945年にクリスタルシテ式抑ーキャンプが解放され、父ジャックは母・ヒデとジョーに合流し、 マイクと三つが住むシンシナティに今日構えた。最初は家事労働や雑役の仕事しかなかったが、2年後にシカゴ最重社委員会の事務局長の職を得て引っ越した。これは元抑留者の就労、住宅支援のために社会事業組織である。父ジャックは1953年に死去した。山田はニューヨーク大学で文学を専攻し、1947年に 学士号を取得。1953年に、シカゴ大学で修士号を取得した。1950年に、科学研究者、水彩画家の吉和山田と結婚し、ジェニエレニー・山田、ステーブン・マシュー・山田、ダグラス・カイ・ヤマダ、ヘディ・ルイーズ・ヤマダの4子を設けた。1966年に、カリフォルニア州オレンジ軍のフラートン・カレー知人、文学部の講師に就任。 1969年まで勤めた後、1969年に同じオレンジ郡のサイプレスカレッジに赴任し、1989年まで20年間、英米文学の講座を担当した。退官時には、北オレンジ郡コミュニティカレッジディストリクトから教員功労賞を受けた。退官後も1990年から91年まで、サンディエゴ州立大学の客員教授として、 クリエイティブライティング講座を担当。91年から92年まで、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の客員助教授。92年から95年まで、カリフォルニア州人文科学会議理事会員。93年から94年まで、再び、サンディエゴ州立大学の客員教授。97年に、カリフォルニア大学アーバイン校のアジア系アメリカ、研究の特任助教授を歴任した。 収容所から解放されて新しい生活を始めた日系人は抑留体験について語ろうとしなかった。長女のジェニーが母の抑留について知ったのはテレビ番組を通じてである。山田は決して口にしてはならないこと、恥ずべきことであったと日本の恥の文化を指摘する。実際、ルース・ベネディクトが戦時中の調査研究や日系移民との交流を通じて、 聞くと刀を表したのは終戦直後の1946年のことである。従って山田の研究活動も当初は文学に特化したものであり政治的なものではなかった。山田が政治的な意識を持つようになったのは黒人公民権運動が起こった1950年代から60年代にかけてである。オードリー・ロードの私の沈黙は私を守ってはくれなかった。 あなたの沈黙はあなたを守ってはくれないだろうという言葉に共鳴し芸術と政治は切り離せない日系及び他のアジア系アメリカ人の声を届けなければならないと感じた1970年代初頭は公民権運動のうねりが他のマイノリティにも波及しアジア系アメリカ人運動が起こった1974年にはアジア系アメリカ文学のマニフェストとされる アイーアジア系アメリカ作家作品選手が全米屈指の名門黒人大学であるハワード大学の出版局から刊行された。70年代後半には日系人の強制収容に対する保障を求める運動が起こり、山田も積極的に参加した。山田が最初の詩集、収容書ノートを発表するきっかけとなったのはアルタとの出会いであった。 アルタは1969年に、オークランドで米国発のフェミニスト出版社、シェイムレスハシープレスを設立した詩人である。山田はそれまでに、靴箱いっぱいの歌を書いていたが、収容所体験を描いたものであり、発表するつもりはなかった。これを読んだアルタに高く評価され、1976年に、収容所ノートとして刊行された。同出版社は1989年に、 解散するまでに、山田のほかパッド・パーカー、ヌトザケ・シャンゲ、スーザン・グリフィンの4人のフェミニスト詩人、劇作家を世に送り出したことで知られる。アジア系女性作家が団結して活動する必要があると考えた山田は、1980年に同じオレンジ軍に住む中国系アメリカ人作家らと共にオレンジ軍多文化女性作家団体を結成した。 1981年には中国系アメリカ人作家のネリー・ウォンと山田の活動を紹介するドキュメンタリー映画ミツエとネリーアジア系アメリカ人詩人が制作された。これはアリー・ライトと夫のアービング・サラフが12万ドルの全米人文化学助成金を受けて共同で制作した映画でアメリカ映画、ビデオフェスティバル、香港映画フェスティバル、 台湾映画フェスティバルで上映され、p b s でも放映された。このほか、ネリー・ウォンと共に1966年に社会主義労働者党から分離して結成された革命的フェミニズム政党の自由社会党の党員であった中国系アメリカ人女性詩人のマール・ウー、日系二世の歌手、振付師、ノブコ・ジョアン・ミヤモトラと活動を共にした。山田が作品を発表した。 アジア系アメリカ人女性作家のアンソロジーとして、私たちがおる売り物、千年木の種まき、アジア系アメリカ人、作家3人が語るフェミニズムなどがある。千年木の種まきは、キッチンテーブルから刊行されたが、この出版社は、1980年に、当時エマーソン大学で、黒人女性文学を担当していたバーバラ・スミスが、オードリー・ロードの提案を受けて設立したものであり、 1988年に山田の第二作、砂漠業を観光したのもキッチンテーブルである。本書に収められた死、梱棒は、妻を大きなこけしで殴る、夫の暴力を描いた作品として、当時は非常に衝撃的であり、こうした点で山田の作品は、キンバリー・クレン賞が1989年に提唱した人種、民族、宗教、国籍、 階級、性的指向、性自認などが多層的に交差するインターセクショナリティの概念を先取りするものとされる。さらに、こうした運動の一環として、本部校サイプレスカレッジで女性学プログラムのコーディネーターを務めるほか、1981年から82年まで、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の女性学講師83年に、 シカゴ大学多文化女性研究所の研究員、87年にピッツァーカレッジの客員詩人を務め、合衆国多民族文学研究会などの学術誌、文芸誌に寄稿している。一方、アムネスティ・インターナショナルの活動にはすでに1960年代から関わっていたが、1987年から91年まで AI アメリカ合衆国理事会員を務め、 1991年にはジュネーブで開催された女性と人権に関する AI。国際会議、横浜で開催された AI 国際表現会議に参加した。山田は教員、作家として学生や若手作家に対して最悪なのは受動性。隠れたままであってはならない。立ち上がって自分の存在を示してほしい。重要なのは書き続けること。 本当に自分の気持ちに正直に書くことと励まし続けている。2019年8月24日に第3作フルサークルがカリフォルニア大学から刊行され、これに合わせて全米日系人博物館で朗読会が行われる。山田はこうした功績により、オレンジ軍芸術連合文芸賞フェミニズムアート運動の一環として1973年に、 ロサンゼルスに設立された教育センター、ウーマンズビルディングのベスタ著作賞、野道芸術家村の作家奨学金、オレンジ軍、ウィメン・4の女性の地位向上功労賞、オレンジ軍の女性ネットワーク、アラアート文学賞、国際ソロプチミストの女性功労賞、現、女性を支援する女性のためのルビー賞などを受賞した。ありがとうございます。